さあ今日もトレーニングだ。最近負け続けてるからな、勝ちたいな。次は勝てるかな。お、どう変えてよこんにちは。今回なんですけど、今私乗っております VTR1000SB2 ちゃんね、購入してからね、だいたい1000マイルぐらい走りましたということでね、トックスさんで今回ね、1000マイル点検1000キロ点検になる1000マイル点検をね、今回やっていきたいとというところで、今回ねソックスさんに向かっているんですけど、 VTR ねだいぶ乗り慣れたね。さすがにね1000マイル以上走ってるんで、もう僕の手足になりましたね最近ね新品のブーツこちらですね購入したんですけど、新品のブーツってねマジでいいね3年以上多分ねずっと同じブーツをね使ってきたんですけど、そこがマジでなくなってたんね、靴の裏が乗るたびにねステップからこう足がねうわーみたいな外れてたんですよ。新品のブーツに変えてからね、足のこのホールド感だったりとかもう全然違う、めちゃくちゃいいねでもねこれ友達にブーツ買ったんだって見てってこう見せたら、お前これ前持ってたブーツと同じやんみたいな緑色の線増えただけやんみたいなめちゃ言われましたねということでソックスさんでね1000マイル点検行うんですけど、この VTR ね何が足りないかっていうとね、ここですね、ここにね何もないじゃないですか。ニーグリップタンクって言ってストンプグリップっていうのね売ってるんですよ。それをね今回貼り付けていただいて、そしてクラッチのフルードを見ていただいて分かるかな。これはブレーキフルードがさ真っ白じゃん。これに対してさこのクラッチフルードめっちゃ黒いの分かりますかVTR って油圧クラッチなんですけど、ブレーキってさ握る時ってもうちょんちょんみたいな、ブレーキも少しずつかかっていって完全に握り込むことってないと思うんですけど、油圧クラッチっていうのは握り込んでギアを入れて、でこう半クラでスタートして2速3速みたいな感じでギアをニュートラルに戻す時も発進する時も使うじゃないですか。これのせいでねフルードがもう早速だいぶ汚れております。抹茶色に、ね、なっているのが分かると思うんですけど、これ交換していただいてタンクパッド貼り付けて、私この VTR でまたねロンツーまあロンツーって言っても多分1200キロぐらいしかないから1200キロぐらいね走るためには、何もないここら辺にねスマートフォンホルダーと USB をねつけたいと思います。ロンツーね僕もね最初いやバイクのさここにスマホホルダーとか USB とかつけるのないわ、でスマホとかも正味使わんねえって思って使わんねえもんと思ってたんですけど、これねないと無理ロンツーはねないと無理です。ないと無理というよりはあったらロンツーの快適度が全然違う。マップはできるし充電はここでできるし、道が分からなくなってもすぐ検索できるし、人との連絡もすぐ取れる。僕ねこう YouTube やっぱ撮ってる人として iPhone のカメラってマジで優秀なんだねiPhone のカメラで画質も良ければ簡単に撮れる人がこうピーってだから充電がなくなるともう大変みたいななっちゃうんで取り付けたいと思います。あとは店員さんがなんかいろいろやってくれると思うんで持って行ってみましょう。と一番気になってるのがここに貼るストンプグリップですね。ストンプグリップって結構値段するんですよ。あと8900円くらいするプレイステーション4のコントローラーと同じくらいするって考えたら、プレイ4のコントローラーも高いねでここにねニーグリップタンク貼って、そうするとねこの安定感、このね VTR ってこうめっちゃ乗ってて滑るんですよこう後ろに滑ったり前に滑ったりするんですけど、これの安定感も変わって多分ね乗り味全然変わると思います。楽しみですねてか雨降ってきたんですけどもう無理なんだけど、つんだつんだ、待ってまた雨降ってきたんだけど梅雨ですか今まあ夏だからね涼しいからいいんだけどね雨で濡れてるぐらいがちょうどいいやソックス福岡店さんではですね、隣にねラウンド1があるんでね、雨降っててもちょっと時間潰そっかなーみたいなブーブーブー頭文字 C。 いやこのね VTR 納車してね街中とかいろんなとこ走りましたけど、これね渋滞が本当につらいね水温見て104度だよ、ね、104度ってってか雨めちゃくちゃ強いやん、どういうこと。いやもう雨やばすぎなんだがもうもうバイク後ろにいるよねで戻るんかい、もうマジで雨やばい、晴れとるやんけちょ新品のブーツももうびしゃびしゃもうびしゃびしゃなんだけどねえねえね、水温108度になったよねえこれ
これなんだ俺まあとりあえずね、ここのラウンド1がソックス福岡店なんでね、なんだなんだあーもうびっしょびしょだということで大雨の中ねやってまいりました。ブーツももうびっしょびしょ、あー新品なのにね、あーもう終わったソックスさんで早速作業を行っていただきたいと思います。こちら USB からスマホホルダーのバーえリアのゴールデンパッドとステムにスマホホルダーマウントするやつとスタンプグリップ、あなんだこれ出た NSR の超レアなカタログももらいましたねこちらをね取り付けてもらいたいと思います。店員さんお願いします。よろしくね、よろしくね、よろしくね、よろしくね。ということでソックス福岡店さんで取り付けが終わりました見てくださいこれストンプグリップ、このイボイボのグリップが取り付けられて、そしてねこのクラッチのフルードも元に戻していただきました。リアブレーキキャリパーもゴールデンパッドにね変更していただきました。レイさんありがとうございました作業も丁寧にしていただいて本当にありがとうございます。鍵を、はい、鍵になります。 ありがとうございます。あルビーちゃんじゃあ早速このどれぐらい変わったのかね見てみたいと思います。おここにも USB がついてますね。じゃあのスマートフォンホルダーは無理でしたよね取り付けが。あ、ジョーカー消えた。ありがとうございます。いってきまーす。ということでこのストンプグリップもね貼り付けていただきましたうわっていうかねこのストンプグリップ安定感がめちゃくちゃ違いますね危ねー。あストンプグリップがついたおかげでね VTR 超乗りやすくなったいやニーグリップの安定感がめちゃくちゃ変わった。これめっちゃいいわそしてリアブレーキキャリパーもね変えて、まあまだ当たりがついてないんでちょっと効きは悪いですけど、今まで従来ついてたパッドよりはやっぱり断然効きますね。 NSR は時空のセラミックシンタードっていうパッドを使ってるんですけど、リアパッドはゴールデンパッドで VTR もリアだけゴールデンパッドに変更しました。てかこのストンプグリップさマジでいいわすごいよこれ安定感。新品のブーツにしてこれもつけたんでね全然 VTR のこの走行感が変わるんじゃないでしょうか。まず第一にステップからこう足を離してで信号待ちとかするじゃないですか。足を離して足をこう乗っける瞬間ここからね違いが分かりますね安定感がめちゃくちゃいい。えストンプグリップマジでいいんだがNSR にも専用品があるんでNSR にもつけたいぐらいですね。安定感めっちゃいいわさあもうこれで完璧になりました。あとはねロンツーするにはスマートフォンホルダーがね欲しいんですけどね、取り付けられるスマホホルダーがありませんでね、あの横田林業さんの横地さんがスマホホルダーあげるよっていう風に言っていただいたんですけど、そこまでたどり着くのどうしようかな写真おお太ももにねこう挟んだ瞬間からここから動かないんですよ体が。ほら安定感がめっちゃいいわ。うわあこれもう渋滞やべえいやほんとねストンプグリップつくだけでバイクの印象めちゃくちゃ変わります。僕これね重くてやっぱ操作もね下半身でバイクって動かすんでやっぱりここが安定しないとねぎこちないというか、あーなんか不安だなっていう感情があったんですけど、これつけるだけでまるっきり違うねかわいいこと戦いたかった。残念だったね。さあ行け。下半身安定してるだけでマジで全然違う。乗り足めちゃくちゃ良くなったこれだったんだな、やっぱこういうことか。ちなみにこのストンプグリップはですね、サニー徳山くんの NSR にもついてるし、横田林業さんの横津さんの NSR も最近ストンプグリップつけたらしくて、そしたらもう乗るしかないこのビッグウェーブにでしょみんながつけてる理由わかるわ。めっちゃいいわ。クリアだったら結局そのタンクのデザイン性も意外とそがれないんですよね。走りが生まれ変わりましたね。これはロンツーの準備第一歩というところですね。ロンツーどんだけできるか楽しみですね。
皆さんもね、下半身のホールド性とかね、ちょっと悪いなーとか感じたら、このストンプグリップね、おすすめです。アマゾンとか、バイク用品店とかでも売ってるんでね、みんな探してみてください。まあ、この VTR はね、どんどんカスタムしていきたいんですけど、やっぱり一番気になるところね、次はここだよね。このマフラー、このね、ぶっといこの純正マフラーもね、かっこいいんですけどね。ういひょーでもね、やっぱり、あのカーボン巻きの HRC アクラポビッチとかね、変えたいですね。マフラー僕物が出たとこ見たことないんだけどねネットとかオークションとかでもね見つけたことすらありません多分相当出回ってないんだろうな。というところで今日はね VTR をプチカスタムしたよっていうね動画だったんですけど、申し訳ない、暗くなっちゃったんで峠でこのストンプグリップを試す動画は次回の動画にねしたいと思います。ただね、1週間のこの予報見てください。これ全部雨。もしかしてあれ、まだ梅雨明けてないパターンそう、申し訳ない、今日はね暗くなっちゃったんで、まあ、この VTR をねカスタムしたよっていうね動画と、まあ、次回峠をねこの状態で攻めたいと思います。だから今見て、あの俺足つきめっちゃいい人みたいになってるよ。こっちも足曲がってるし、こっちもねついてるやっぱ遠赤は友達だ。このコーナーリング性能とかも、うわやっぱ曲がりやすいわ最高。次に VTR 変えたいのがヘッドライト。今ヘッドライトがこれ見てもらって分かる通りハロゲン球なんですよね。このハロゲンの玉を LED とか、ちょっと古いバイクだけど、せっかくね NSR と別々っていうね撮りたいんで、こっちはちょっと新しめの大型バイクみたいな演奏しましたこれ新しめのね大型バイクみたいな感じでカスタムしていくのめちゃくちゃいいんじゃないか。これついスピードが出ちゃうんだ。 LED にしてマフラーもアクラポビッチの HRC に変えていろいろしていきたいと思います。この VTR で神奈川まで行って横田林業さんの横田さんにね VTR 見ていただいて、また戻ってきたら NSR でもロンツーしたいと思います。楽しみですね。皆さんもね動画お楽しみにしててください。いっぱいこの VTR の動画もねどんどん出していくからねご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方も画面下のボタンから登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ずるくこら